おすたかの尾根とは、高間ヶ原さんの尾根にある、日本航空123便墜落事故の現場一帯を指す通称である。おすたかの尾根は、事故発生時の上野村、村長、黒沢武雄により名付けられた。事故後に、群馬県警察本部長の河村和夫から、公文書に必要なので名前を付けてくれと依頼された、ことによる。おすたかと付いているが、おすたかさんの尾根ではない。 1986年8月1日、墜落現場であるオスタカの尾根に、オスタカ山慰霊碑が建てられ、除幕式が開かれた。商魂の石踏みは、地元群馬県田野郡の有志により寄贈されたもので、毎年8月11日に18時56分の墜落時刻に合わせて神奈川で灯籠流しが、8月12日には、慰霊登山が行われている。オスタカの尾根は、 公益財団法人異例の園が、上野村の人々を雇用する作業委託により管理が行われている。また地元の人々、警察など、当時の関係者、日本航空の社員や退職者によるボランティアが管理しているものも多数あり、群馬県警察の遺体発見場所地図をもとに建てられた、多数の墓標、見返り、峠の石踏み、せせらぎを渡る橋、手すりなどがその例である。 押したかの尾根への登山口までの公共交通機関は存在しない。上新電鉄上新線下二大駅から直線距離で 26km、JR 東日本小海線小海駅から 22km、西武秩父線西武秩父駅から 35km 離れており、路線バスも現地までは至らないため自動車で行く場所である。急登山道は観音菩薩像と 公衆便所がある場所を起点とし、そこから山道を2キロメートル、約1時間歩いて通称、見返り峠を経由し、オスタカの尾根に行くことができた。遺族の高齢化で、異例登山が困難になるといった問題が指摘された。中、国土交通省による砂防ダム工事に伴い、沢伝いに幅4メートル、杉の沢まで1 3キロメートルのアスファルト、 舗装道路が整備され、途中3カ所の自動車すれ違い区間も整備された。孫道県林道の完成と一般開放によって、旧登山道は2006年7月に閉鎖された。2016年7月23日午前9時40分ごろ、遺族の慰霊登山に向けて、JAL の社員7人と登山道の整備などをしていた、日本航空安全推進本部ご被災者、 相談室所属の59歳男性が斜面を滑落、頭を強く打ち、病院に救急搬送されたが、死亡が確認された。2020年6月、2019年の例は、元年東日本台風で、菅野沢にあった墓標の一部が、増水や土砂崩れで流されたことを受け、上野村などは、被害を受けた墓標を、現場から30メートルほど離れたと残道沿いの、 斜面を整地し、移設。さらに新型コロナウイルス感染拡大や、緊急事態宣言の影響で日程が遅れたものの、7月20日に、完成した。機体の墜落事故から1年が経過する前の1986年8月1日に、完成した。この異例の園は彫刻家、ハンダ福によって設計されたものである。日本航空123便の墜落現場から、 北東へ1 0トル離れた上野村奈良原地区に異例の園がある。そこには犠牲者など乗客乗員520人を悼む異例塔や身元不明の遺骨を埋葬する納骨堂、事故の写真や映像、遺品などを展示している展示棟がある。ありがとうございます。